やばい。超懐かしいとがねこれをを見ながら何を作ろうかみたいなやっぱり、テリワンの最初、最初のカートリッジ、灰色だったんですよ。最初灰色だったのが、途中から友達の持ってるのが黒になってて、え、出るモンスター違うのかなって思って、買っちゃいましたね。同じでしたね。達成 <laughs> <laughs> 申しましたね。 ダークドリアム出てくるとザラキみたいなでまず1枠が来たらラウンドゼロ来るだろうなと思ってやっぱりゼロの衝撃を何かで一応やっとくんですけどあんま来なかったりもしてその読み合いが楽しかったり今回何枠なんだろうとかそういう話はあのー、すごいちょっと楽しみですね3枠から4枠になった時もちょっと衝撃ではあったんですよね次は何枠の戦いに考えもつかないような戦略が出てきてで何を選択するかっていうのがまた楽しみだなって 思いますね。